の日なのです。2台目ゲットしました。これです。ドローンです。 Amazon の評価でぶつけても落としても全然壊れないという評判のドローンがあったので買ってみました。じゃーん、かっこいいです。前肩よりも大きいです。こっちはガードがあるのでプロペラが壊れにくそうです。で、以前買ったものはガードがついてなかったので落としたらすぐに壊れちゃいました。電源を入れて飛ばしてみたいと思います。サングラスをつけます。壊れないよこれ全然。どこ？こっち？うん、そっちを上げる。壊れないって。いいって。あ、壊れた。壊れたかも。チェックしてみますか。壊れた。壊れた。壊れ。ん？全然壊れてない。風がすごい。え、羽小さいけどなんでこんなに？どんだけパワーがすごいんだよ。作った人やばい。すごいね、よくこんなの作れるよね。うん、これはいい。これ操縦簡単。じゃあ 着陸します。降ろして。なんか難しいな。はい、じゃあ外で出て思いっきり飛ばして遊びたいと思います。レッツラゴー。危なくないから。あはははは、あはははは。ひな、足の甲を広げとって。ドローンでまず足の周りはぐるぐるやってみる。この足の周りをぐるって回れるかどうかやってみます。動かんでよ。あんま動いてもいい。やられました。でも全然壊れてない。やられたけど全然壊れてない。すごい。このナフすごかったね。面白かったね今日ね。すごい性能がいいです。でも風がこれぐらい強く吹いてたらもうほとんど操縦できないね。流されるもんね。家の中で遊ぶ分には本当はいいです。壁にぶつかっても全然壊れない。ガードがすごい。壊れたと思った。全然壊れてない。前はちょっと落としただけで壊れよったけどね。これは本当丈夫で面白いです。ただ一つだけ欠点があります。うん、ん、これ電源スイッチがないんや。電源スイッチがないから、 あのこうやってコントロール、そう、電源を入れるときはこのケーブル、電池のケーブルをこうやって入れないと電源が入らない。で、電源を切るときは抜かないと電源が入らない、あ、切れないので、ほんと電源の入り切りが難しい。めんどくさい。まあそのうちこうやって抜いたり刺したりしよったらこのケーブルが切れて多分壊れることになるとは思いますけど。この後でクイズです。え、何？パパ、コントローラーどこにあるでしょう？ここにある。ここにあります。コントローラーもちっちゃいよね。すごい便利です。楽しめます。どっちが小さい？こっち。そう、電源スイッチはないけど値段が安いから、まあ2000円。1000パンケ。
値段が安いんだから文句は言えません。以上で終わります。このドローンめっちゃ面白かった。バイバイ。